どんぐらい？はい、スタートいいですね。行きます、うん、食べよう、うん、戦うよ。はい、行ったよ。来て、ほら、こっち。はい、キャッチャー。キャッチャー。意外とは、この早いから、ここね。あの、通算の。なるほど。あと下でも拾う人がいるからいい。そう。あ、できた、できた、できた。マンゴラに、マンゴラに、かき氷と、ここへ寄って、はい、下手くそだよ。面白いこれ。来た来た、ほら。楽しいです、はい。去年は参加できなかったんですけど、今年は参加してみました。こういうイベントが代々続けばいいなと思いますね。こういうイベントを作ってくれて嬉しいです。めっちゃ楽しいです。団結力めっちゃ半端ないと思います。このこんだけの長さのやっぱ流しそうめんは相当な団結力がないとできないと思うんで感謝ですね。そうね、初めてなの。こんなに大掛かりにね、あのやるあれだったら思わなかったの。びっくりしちゃった。まずは地域の活性化ですね。それからあの環境、地域環境の整備ということで、この竹林を整備をするというのは、わざわざ整備をするというのはなかなか難しいけど、こういうのを起爆剤に竹林を伐採して利用、こういうあの流しそうめんで利用をして、さらにこれを粉砕して堆肥にするという、まあ、リサイクル循環ということで、まあ、企画をしました。住んでよかった矢川原というのを感じていただければ、まあ、一番いいのかなと。若い子どもたちも、あ、なるほど、矢川原っていいとこあんだなというようなことで感じられれば、今の世代になっている親御さん、親たちも、まあ、自信を持って矢川原はいいねということで、住みよい矢川原に役立つのではないかなと、そういうことを望んでいます。